みっともねえ記事を書かれやがって。このスカポンタン。だからおめえはアホなんだ。花組隊長の腹を切らすだけでこの事態が収まるかよ。しかし後部が全滅とはな。まったくなんてこった。いいか大神、帝都の市民はクロノス界に続く新たな脅威に怯えている。みんなうちに隠れて出てきやしねえから帝都の経済もガタガタよ。俺はそのことで昨日から政府のお偉いさん方に嫌味を言われっぱなしだぜ。胃がキリキリ痛んでしょうがねえや。あ？なんか言ったか？いいか、オガミ、クロノス界を倒したからって平和ボケしてんじゃねえぞ。これ以上集体を晒すようならお前は専業もぎりに降格だ。そいつが嫌だったらとっとと化け物相手の対策でも考えてきやがれ。長官、少し脅かしすぎじゃないですか。正月ボケで腐りきった頭にはちょうどいいんだよ。それに地にいて乱を忘れず、平和な時にも油断しねえこった。先のクロノス界との戦い、爪が甘すぎましたね。青いサタン、天界のやつより厄介かもしれねえな。いよいよお前たちが地上に上がる時が来た。この世に生きる全ての命を奪うがいい。全ての血肉を食らうがいい。だがそのためには邪魔者を葬らなければならない。素晴らしい敵がお前たちを待っているぞ。
Thank you.
式遊園地に来たんだから楽しまなくっちゃ。わかっています。でもこんな時だからこそなんです。ゆとりがないといい考えも浮かびませんよ。気分転換も大切でしょ。ほら早く行きましょうよ。全部の乗り物に乗らないといけないんですから。なんだよ、帝国歌劇団は負けたりしないで。どうしたの僕、お友達と喧嘩したの？だってあいつら帝国歌劇団が負けたって言うんだもん。新聞の号外に書いてたって。でもそんなの嘘に決まってるよ。大神さん、ここは私たちが。ねえ僕、この前の戦いで帝国歌劇団が負けちゃったのは本当のことよ。え、やっぱり。だけど帝国歌劇団の人たちは絶対に諦めたりしないわ。もう一度戦ってくれる。ほら、帝国歌劇団はいつでも私たちのために戦ってくれてたでしょ。うん、たった一回負けたくらいで君は帝国歌劇団のことを嫌いになっちゃうの？嫌いになんかなるもんか。だって僕、大きくなったら帝国歌劇団に入るんだ。だから絶対に嫌いになんかなるもんか。お兄ちゃん、帝国歌劇団はまた戦ってくれるよね？よかったですね。それに大神さん、あの子との約束私たちも聞いたからね。帝国歌劇団に二度の敗北はない。大神さんかっこいいです。私応援します。よし、それじゃ私たちも行きましょう。花屋敷遊園地の乗り物が私たちを待ってますよ。あ、待ってよ椿、最初はジェットコースターって決めてるんだから。それじゃあ私たちも行きましょうか。年末以来じゃないの？まだお正月ですよ。遊んでばかりじゃないですか。さてと、次は何に乗りますか？もういい時間ですし、これで最後にしましょうね。そろそろ帝劇に帰って晩御飯の用意をしないといけませんからね。はい、わかりました。私、大神さんと観覧車に乗りたい。ね、いいですよね。それじゃあ、大神さん、私とボートに乗らない？ゆったりするのもいいでしょ。私は少し休ませてもらいます。大神さんも
ご一緒にいかがですか？
ねえエンフィールド、私の腕の錆を落とすにはどうすればいいの？よっしゃ、量子伝導率は理論値をマーク。あとはパルス合成や。ほらほらスミレ、こんなに買っちゃったね。あそれでは帝劇に戻って戦利品の品評会といきますわよ。その後でお昼寝する。やってみせる。私ならできるはずだ。今度こそ親父を超えてみせる。剣の道、すなわち心の道、剣は心なので輝き極まる。強やかに、軽やかに。Thank you.
Thank you.
Thank you.
焼き尽くせ、この世のすべてを灰にしてしまえ。知らずな愚か者たち、貴様らの力見せてもらおくれよ。我が剣に一
天の曇りなし。覇者剣聖百花繚乱。千億の夜を越え、今輝く春組次Yeah!
せ場ですわよ。龍が最終奥義、目に物見せよう。司法放送官、気を分けてください。
用意。スポットライトの準備を。私の命、お預けいたします。私が強くなれたのは隊長のおかげです。ですわよ。
さくらさん。
隊長、決めてみせるぜ。島竜が最終奥義、目に物見せよう。司法高速拳、開けてください。私が強くなれたのは隊長のおかげです。千億の夜を越え今輝く
様たちごときが我らの敵になれると思うなよ。大まかりんの極意はぎれつ法人。いや、オオガミ班、何が目的なん？準備を。
勇気を分けてください。私の命、お預けいたします。時はお前たちも道連れだ。うりゃ、踏みつぶしてくれる。とりあえず、帝都の平和が守れたわね。そうかしら。また、戦争が始まるの？どんなことがあっても、私たちはこの帝都を守らなくちゃいけないのよ。
めよ、呪われし王殿。我が元に集い、破滅の笛を吹き鳴らすがいい。次回、桜大戦、現れた最終兵器、大正桜のロマンの嵐。サタン様が望まれるわ。